次の、曲はですね、どっちにしようかな。同じキーだからやめて。シャドウズ・オブ・スプリングという、私の廃盤になりました。はい、あの徳間ジャパンから出したんですけど、その曲、の入ってます。きっとあのアマゾン・ドット・コムとかに行くと42ドルぐらいで手に入るかもしれませんけど。そうなんですよ、本当に。でもあの私の新しいあのブエノスアイレス録音の、今日はトモコーノインブエノスアイレスを持ってまいりましたので、皆さんあのよろしかったら帰りにお買い求めください。家では病気の母と子供が待っております。もうこれで行こうと思って日本は。では、私のオリジナル曲シャドウズ・オブ・スプリングです。
ありがとうございます、私のオリジナル曲シャドウズオブスプリングでした。意味は春の木漏れ日っていうことなんですけど、例えばこう葉っぱとかの影がちょっと見えてるなっていう感じで、そこをイメージしてシャドウズオブスプリングと作りました。